こんばんは。いろいろほらガチャが来ましたやん。豆さんが教えてくれたんですけど、バッツのバーストありますねみたいな。そう、バッツのバーストどうするの？そうなんですよ。いや、ほんでこれね、ちょっと文句がもういきなりなんですけど、ちょっともう運営批判ですわ。これ運営批判というか、お前アホやろと思って、運営アホやろと思って、そのいいのよ、バッツのバーストとかはもう嬉しいからラグナロクでもう完璧なんですけど、いいねんけど、この今回のこのガチャほとんどみんな4段引くやろ。絶対もうこれですやん。もうほとんど全力いかなあかんのここだけですやん。これバランス悪すぎひん？いや、もう絶対アホ。あ、もうこれね、俺もうほんとパッと分かりましたもん。あ、こいつらゲームやってないなって。こいつらゲームやってない。絶対にバラさなあかんやん。バーストラグナロク、バッツのバーストラグナロクはそら1月1日からで OK ですよ。それはもう絶対いいんですけど、絶対そうするべきやったけど、そこでこうデシの超必殺とか、あの叫ぶとかを一緒に入れてきたらあかんやん。アホちゃう、ほんま。いや、そのこっちはいいよ、ユーザー目線から言ったら、そらこれ引いたらめっちゃ強くなりますやん。もうこっていうか、これだけでいいですやん、正直。まあ、それそのあんまり装備がない人からしたらこの一つでいいやんか。だってこのタイラスもあるし、そう、利益を考えない有料運営と言ったら、ほんとその通りで、でも絶対に、利益考えてないわけがないから、利益考えてこれや、これなんですよ。だからめちゃくちゃ下手くそやし、めちゃくちゃ、こいつらゲームやってない。ほんとゲームやってないですね。いや、もうさすがやっぱり僕ら踊らされてるなと、これもうほんま、このラインナップを見て本当に思いましたね。あー、舐めとんなと、ほんまに。なんかちょっと悲しかったです。これは僕ならですよ、ラグナロク、バースト超必須ラグナロク入れるガチャに他に当たりを入れる必要がないし、叫ぶを入れるガチャに他に当たり入れる必要ないんですよ。だって力の杖とプラチナソードが一緒のガチャに入ってる時点でもうちょっと間違うてますやん。もう分かってへんやん。もうなんかその上位互換と下位互換を一緒に入れてしまってさ。だから困難するんやったら一個だけにしたらよかったのに、なんで1段2段3段4段5段で分けんねんっていう。十分すぎるんすけどね。まあ、向こうはそんな意図ないと思うんですよ。もう単純に間違えた。としか言いようがないですね、この感じ。こんばんは。1周年のガチャで炎上したからじゃない。結局これがもし炎上対策やとしたら、もうお粗末もいいとこです。絶対炎上させた方がいいんで。炎上させた方がいいんですよ、そんなもん。この、絶対誰も文句なんか言わなかったはずです。バーストのラグナロクが入ってて、叫ぶもちゃんと入ってて、3段に叫ぶが入りました、4段はバースト、新バーストですって新バースト散らしていって、そんなに文句ないんですよね。もうほんとこれもう全員ですよ。例えばこれを、こんばんは、これを、そう、あすけさんもそうでしょ。これ全員ですよ。例えばこれを、今回のフェスは4段が一番注目ですねなんて言ってたら、もう分かっとるわと、そんなもん分かっとるわと。誰が見ても、普通にこれプレイしてる人やったら誰が見てもここじゃないですか。まあ普通にプレイしてる人はですよ。思いっきり課金してて、そのあらゆる装備が揃ってて、さあピンポイントで欲しいものがあるっていう人とか、まあキャラが好きでね、キャラがめちゃくちゃ好きで、例えばセシルがどうしても好きやから聖セシルにぶっ込むっていう人もそれはいると思うけど、まあ、普通にこのゲームやってて一番困ったところなんなんって解決してくれるのって、この4段のガチャで全て賄えてしまいません？なんでこんなことすんのよ。アホか、ほんま。寿命を縮めるようなことをすんなっつってんね、ほんまに。
もうだからもう収穫祭とか困難はもうあんまいらんねん。もう寿命が縮むから分かってへんわ。ほんま分かってへん。いや僕らにとったらめちゃくちゃいいんですけどね、楽しむ方にとったらめちゃくちゃいいんですけど、まあ僕がスタッフの一員やったら確実に止めてますけどね。いやそれもいやーって、いやーいやいや、あーいやいやそれないわーって、もうないもん。もう確実に寿命縮むし、なんかこういうことしたら次またもっと強いの出さなきませんやん。もっともうこのもう叫ぶを封印して、タイラスを封印して、バーストも封印するようなことしていかなあかんやん。もっと楽しめたのになと思う。うん、これで本当に謝りますけど、1段から5段までまんべんなくガチャが引かれたらもう土下座して謝ります。本当に1段から5段まで売り上げがちょうど均等ぐらいに平均したとしたら、もう本当土下座して謝ります。そういうデータをお持ちだったとしたら、もうそれは本当に僕の見当違いでした。ただ僕の予想は完璧に4段に集まるはずです。でそんなことなんですんのかなと思って、まあ、これはちょっともうイラッとしましたね。今日めちゃくちゃイラッとした。もうほんまに嬉しいんですよ。嬉しい気持ちでいっぱいなんですよ。これもうガチャ絶対引くじゃないですか。僕も引きます。当然4段引くんですけど、まあちょっと悲しかったですね。ちょっと悲しかった、うん、っていうのは本当にもう否めないですね。否めないです。もう本当にこれだけやもん。ということで、いきます。はい。まあまあ、この運営への怒りはさておき。運営への怒りはさておき。まあ、いきますよ。もういきますというか、均等なわけがないですよね。均等にするべきなんですよ。だって、均等なわけがないイコール、均等じゃないっていうことはイコール、均等にできたってことなんですよ。逆説的に言えば。均等に近づけることはできたはずなんですよ。均等じゃないってことは。だってその、均等じゃない要因を振り分ければよかっただけの話なんで、なぜ、それをしなかったっていうのは、だから一番は、ポイントとして一番はやっぱり単純に分かってへんやんって話で、全然分かってへんかったんやってすごい悲しい気持ちになりました、本当に。やめて、そういうこと、ほんま。こっちはこう、長く楽しもうとしてんのにさ、これみんながこれね、でも引くなって言ったって引くじゃないですか。引くなって言ったって引くんですよ。まあ僕も当然引くんですよ。本当に文句言っといてあれなんですけど、4段は引くんですよ。でこのせっかくアカウント作り直したこのアカウントで引くんですよ。で引いて、まあ出るか出ないかは分かりませんけども、もうみんな一緒の感じになるやん。もうやめて、もうやめてけれん、やめてけれん、やめてけれイベント。これがあかんねん。バックフェス全力するな第4弾一択、人気すぎワロタっていうスレッタとる。ほら、いやもう絶対そうやもん。意味わからん、ほんま。それを今回は読んだんですねとかないで、ほんま。もう見たらわかんねん、もう、あんな。いや、僕もね、僕ももうちょっと話したかったんですよ。正直、こういうガチャのイベントが来たらね、どれ引きますかね？ 1段かな？でも2はやっぱりキャラがあんまり好きじゃないんで、やっぱり4段かなとかね、言わしてくれよ。それやらしてくれや。うわぁ、どこも結局11年1回ずつ行くかとか、やらしてくれや。あんなもん誰が見ても4やんか。なんでそこの楽しみを奪う。ほな、もう一つでええがな。
そう、一択すぎた。これやったら、いや、これやったら究極の話ですけど、全部、五段のやつを全部まとめて一個でよかったっすよね。五段のやつが、あれが出るよ、あの中のどれかが出るよ、で、ギュッとまとめて、全部を、なんていうか、ガチャの期間に、全部出し、全部乗せ、みたいな。そっちの方が良かったと思いません？ほな、売り上げ上がるで。絶対売り上げ上がるんで。だって、バッツ狙いたいやつおって、出えへんねんもん、バッツなかなか。でも、あっちやったら出てまうやん。あっちやったら出てまうがな。何をしている、本当にもう。困った、困った。本当に困った。考えてなさすぎです。そうですね。運営さんは何も考えてへんのか、考えすぎて一周したんか。そう、どっちかですよね。なんかその、ほら、さっき誰か言ってた、その炎上したから、それで、みたいな。まあ、可能性ゼロじゃないですね。まあ、限りなくゼロに近いとは思いますけど、可能性あり得るんですよね。まあ、せっかく1月1日の第4弾やねんから、ええの入れたれ、みたいな。でもね、もうね、ええとか悪いとかを、その、数字で判別したらいいのにって、僕なんかは思うわけです。僕なんかは思うわけです。そう、どういうことかっていうと、結局、こんだけ、もう、わかりますやん。フレンドが、皆さんがプレイしてて、フレンド用のプロフィールの、必殺技欄のところね、何を設定されているか。そして、実際にプレイ中に必殺技として使用されているキャラ、技、何を使われて、何が使われてるのか、わかりますやん。ほな、まあ、鉄壁と、竹部のもう二強じゃないですか、基本。まあ、だからそこにストンラが入ってくるんですけど、まあ、基本にもうこの三つは絶対使われてんなって誰でもわかるんですよ。絶対その三つはまず分けなあかんし、絶対に。もう今日はちょっと熱くなってます。もう怒ってるんで僕は。怒ってるんで、完全に怒ってるんで。いらんことをすんなと、ほんま。意味がわからん。ほんまに意味がわからん。だからギリギリ許せて、なんかギリギリ許せて僕の中でバッツとタイラスぐらいでしたよ。正直、まといないし、叫ぶあるからスルーしようとしたけど、バッツがかっこよすぎてこれだけ狙います。あ、もう叫ぶを持ってるって方も結局バッツのやつ引くんですよね。結局やっぱ4段引くんですよね。いや、怒ってます。俺は怒ってます。ほんまに怒ってます。いいんですよ。本当に。怒りの角度が僕だけ多分違います。いいやん、みたいな。いいやんっていう、方がほとんどだと思いますよ。だって、このゲーム、あのガチャを頑張って引いたら、絶対に楽になるのはもう分かってますから。もう、分かりきってるんで、絶対その、プレイヤーからしたら、すごい良くなるやん。でも、良くなるってことは、もうゲームはどん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 終わりの方向に行くってことやん。だから、出てほしいけど出たらあかんねん。で、その、運営サイドもですよ。儲からへんように、したらあかんねん。自分らが儲けな、だってゲーム終わってしまうしね。終わりの始まり。まさに終わりの始まり。自分らが儲けな、終わってまうんやで、このゲーム。何勘違いしてんねん、ほんま。と思ってね。と思ってね。今日はもう、怒りの私スタートです、ほんとに。そう。そう。だって、いや、本当にもう、いや、もう本当、もしね、4段が一番売り上げが、突出して4段だけ引かれなかったとしたら、平均して引かれたとしたら、もし何らかのそういう客観的なデータが出たら、マジで土下座して謝ります。本当に。でも多分ない。それはないと思う。もう絶対に4段が引かれると思う。だから、もう、それを、この、パッて見た時点でわかんのに、そうした運営ってどうなんっていうね。あーっていう、もう本当に悲しい気持ちです。本当に悲しい気持ち。そう。
弟子のバーストもぶっ壊れ、弟子のバーストもすげえいいじゃないですか。めちゃくちゃいいじゃないですか、弟子のバーストなんて。せめて弟子のバーストと叫ぶでもギリギリぐらいですよ。そこ二つ一緒ぐらいでギリギリぐらい。本当に。で、バッツの、その、超必殺を目玉に持ってくるなら、まあ、バッツのバーストを目玉に持ってくるなら、その二つは抜くべきやった。その二つはもっと逆に、二段とか三段とかの中途半端なところに散らすべきやった。本当に。そう。普通にプレイしてたら、平均して売り上げにならないことは誰でもわかるんですよ。で、確かにね、平均的な売り上げする必要はないよ。その、全部で儲けりゃいいねんから、平均して売り上げする必要ないねんけど、その、全体としても利益出ないですよ。全体としても利益出ないんですよ。あれだって。チラした方が、お客さんはしんどいね。お客さんはしんどいけど、売り上げ上がんのよ、これ。そうでしょ、だって。お客さんはそら出えへんから、狙ったやつの隣はカスやと。あんまりいいのないけど、一つだけ1点で欲しいなーって、もう、バッツのバーストどうしても欲しいけど、他はあんまりやなーと思っても、バッツのバースト欲しかったら引かざるをえんやん。そこは引くやん。俺は引きますよ、そこは。そこ引く人がいっぱいいるやん、絶対。で、それに、引かしたったらよかったやん。それで売り上げ稼ぎいいな。それで売り上げ稼いで、それで開発費をもっと使えるようになって、ほんでもっと面白いゲームにしてくれや。ほんまに。完全に勘違い。ほんまに。あれをもし、こちらへの還元と思ってる人がいたら、もう完全に勘違い。あんなもんは、もうミスです、ミス。僕らにとっては嬉しいかもしれんけど、結局は嬉しい結果にならへんねんから、もう。怒りおるで、社長は怒りますよ。もうフェス始まってんのに全然売り上げ上がってねえなーって。おかしいなー。いや、大丈夫です、大丈夫です。上がってへんなーって。1日のガチャはかなり上がると思うんです。あ、そうかーって。1日確かにボカーンと売り上げ上がりました。おー、もうでもまあなんか平均したらあんまりやなーってなって。で、あげくみんなが似たような装備になって、あれみんなよく見たら、もっと叫ぶの人が増えましたね。ストンラスキン、タイラ、あの、ヤシュトラさん、そして、叫ぶのラムザ君。で、バッツ入れて、弟子入れて、で、弟子で鉄壁完璧ですね、みたいな。何やってんねん、これっていう風になるで？なると思うで。でも、なるって分かってたって、引かざるを得へんやんか、あれを。だってあれないとクリアできひんようなぐらいのレベルの人って多いじゃないですか。もう叫ぶが欲しかったじゃないですか。俺も欲しかったんですよ。俺も欲しかった。もう叫ぶが欲しかった。まあ今となってはもう何でも欲しいんですけど、俺も叫ぶが欲しかった。だから叫ぶがあったらなーって。それ、叫ぶがもし、そういうガチャでもう一回来たら、そこ全力行きたいなって思ってたけど、思ってたからこそ、そこに欲しいものが何個も何個も入れたら、いやもう、ぼやける。もう、だってその、何人もいるみたいな感じになってもうてんもん、可愛い子が。うわーってもう、急にみたいな。急にこの回だけ、急に、可愛い子がいっぱいいるみたいな。そんなん、あかん。はい。まあ、これぐらいにしときましょう。これぐらいにしときましょう。これぐらいにしときましょう。いや、だからやってほしいわ。そうそう、そのね、ヤマトさん、それそれ。そういうのやってほしいね。あのね、このね、このフェスが終わってね、ミスリルが、みんなのミスリルが全部なくなってね、もうどうしようってなった時にね、もうアルティメット必殺技登場みたいな、もうすんごいことになって、次の装備の必殺技からはダメージが限界突破しますみたいな、ここまでの武器に関しては9999で止まってましたけど、ここからは限界突破ですよみたいな、もういきなりクラウドかなんかでもう2万とかのダメージが出始めるみたいな、もうそういうのやってほしいわ。もうみんなもそこでもううわーみたいな。もう それやったらおもろい。それやったら許す。マジで。マジでそれやったら許す。
マジでそれやったら許す。ほんまにほんまに。マジでそれやったら許す。逆に俺は怒らない。全く怒らへん。怒らへん。そんなもん。そんなことでは怒らへん。もう、ようやったと。ようやったと。言いたい。伝えたい。本当に。だからバッツが人気であることはもう理解したんでしょうね。それに関しては。ひまじんさんこんばんは。いや怒ってます。もうめっちゃ怒ってます僕は。今回ばかりは怒ってるっていうかもう悲しいですね。悲しい本当に。怒りというかやっぱ悲しみですよね。非常に悲しい。ああ、ほらもう、収穫祭やって、応募いっぱい出て、で、なんかあの、集中させたフェスやって、いっぱい出て、武器が。で、寿命縮むんやわ。わかってんねん、もう、ほんま。でだからなんかその一瞬ね、あこれ前のアカウントあるじゃないですか、 iPad の方に残してる前のアカウントで第4弾をね引こうかなとか一瞬思ったんですよ。前のアカウントでも並べて引こうかなとか思ったけど、もうせえへん。もうなんか怒ったからもうせえへん。こっちのアカウントはまだ楽しめる要素があるからやるけど、引くけど、もう向こうではもうガチャも引かへん。あの、お金も残ってるけど。もうええ。もう、怒りです。怒りと悲しみです。本当に。まあまあ、すいません。すいません。私の怒りはこれぐらいで。まあ、雑談しましょう。マジ切れです。ちょっと本当に嬉しかったんですよ。すごい嬉しい気持ちがあったからこその、本当にこのゲームを、なんか、まあ、もっとずっと普通にやっていきたいからこそのマジ切れ。本当に。いや、もう本当に。運営もそれを考えて、あえて収穫を EX エクストラ止まりにした。っていうことは、あんまりいいのが出ない。収穫祭やのに。もう怒るのやめましょう。それならまだいいか。あんまりもういいの出したらあかん。ほんまに出したらあかん。そう。愛ゆえに人は悲しまねばならぬ。まさにそれですよ。僕は、その楽しくやりたいんですよ、楽しく。実際バースト使います。多分僕、前のアカウントやったら多分使わないかもしれない。こっちやったら正直何でも欲しいから使います。こっちのアカウントで引くことになるんで、こっちのアカウントやったらもう正直何出ても嬉しいから、当然大歓迎ですよ。ああいうフェスはね。大歓迎です。頑張ってちょっとでも、追いつけるから。ただ前のやつやったら多分使い勝手がいまいち僕分からなかったんであんまり使わない。そうそう、超必殺まだ1個もないし、超必殺まだ1個も持ってないですし、まあもう嬉しい限りですよ本当に。本当にあのガチャをまあ何回か回して叫ぶでも、まあもちろん弟子のバーストでも、バッツのバーストでも、で、ストーンラスキンでも、何でもいいから、何でもどれか出れば、もうかなり楽になるし、だから、楽しみは楽しみですけどね、本当に。いや、本当そうですよ。葵さん、本当その通りです。
集まりにくいオーブとかはそういう収穫祭とかやったらいいかなとか、あとレベルを上げるとかギルドとかはすごいやったらいいかなって思うんですよ俺も。でもね、あんまりそこに好条件にしすぎると、それとかなんか例えばなんかそれこそそのレベルがね、その低いキャラを50までに上げるためのダンジョンとかさ、その条件をさ、そのあんまりほらなんかやってない人とか普段やってない人とかをその優遇するようなね、そのお金を使ってくれるように持っていくためにこういうイベントって使うべきじゃだと思うんですよ。まあもちろんね、がっつりがっつりやってる方々はそもそも強プラスとかでそれなりに楽しんでんねんから、そんなにそこをさらにね、もっと強プラスを楽にクリアさせてどうすんのっていうことじゃないですか。強くしてどうすんねんっていう。で、そこまでやってる人たち、格差が開くだけなんですよ。これ経済と一緒で、この、今まで、めっちゃこれに時間割いて、曜日ダンジョンとかをめっちゃ真面目に回ってる人が回るんですよね、収穫祭も。基本。で、普段そんな、僕みたいな、曜日ダンジョンめんどくせ、もう、スタミナなんか溢れても構わへんわって思ってるやつは、こんなも収穫祭やってようが何してようが、ミスリルをまあせいぜいもらって終わりっすわ。やらないぞ、そんなもん。だから、格差はまた広がるんですよ。また格差は広がるんですよね、これ。だから、そんなん収穫祭じゃなくて、収穫祭やったら収穫して、それを同じ数だけ配ったらやと思うんですよね。例えば、なんか、一番大きいオーブ、あれを20個ずつみんなにあげます、みたいな。お好きにお使いください、やったら、差は広がらへんでしょ？その、より、その、やってる人が、どん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 、その、やってる人だけがどん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 、その、良くなって、やらない人は、そんなにやっぱり恩恵も得れない、みたいな感じになるのは、悲しい。俺も相当時間割いてやってるつもりですけど、それでもやっぱ無理やもん。だからこういう夜中とかじゃないと、ほんとできないんで、ちびちびログインしてやってるんですけどね。でしょ？ミスリル集めして、あとやらへんでしょ？大体そんなもんなんですよ、普通の人は。そんな収穫祭やから、オーブ集めて、やったのかいって言う人は、普段から曜日ダンジョンでもそれやってはるのよ。誰にも言われんくても、別に。そうやって楽しんではんのよ。だからそこの、ライトユーザーを、取り込めよと。何をしてんのか、ほんまに。悲しいですわなぁ。あかん、もうあかん。ちょっと怒りがちょっと怒りすぎて、ちょっと動画として成り立たなくなるんで、ちょっとやめときましょう。この辺で申し訳ないです、すみません。独り言です。独り言も今30分ほどダラダラと喋っておりました。申し訳ございません。私個人の感想を今述べていただけでございます。すみません。